こんにちは、ミラーリズムという。Z。ムーブミラー。はぁ。ちょっと待ってくださいね。音がでかいね。右側はミラー、このマップをミラーで映したマップになってるってことか。なのでこうしてあげれば、いや、これ終わり？これ終わりだわ。R でリスタートですね。OK。おぉ、R でリスタート。ん？壊れてる。ここまで持ってきて、ゴール。なんか、これって端同士が、あら、なるほどね。確かに上と下が繋がってるんだから、左右も、ちょっと今見えない。左右も画面上映っても、その方が納得感がある。こっち来て、あ、マジ、あー。こっち来て、どうすりゃいいんだ。このまんま上に乗っかればいいんですよね。こう、ちょっとテクいことをやっている。次、変なギミックがありますけど、向こう側に行きたいのに鏡がこっちから迫ってきてしまう。上の足場に乗って、これトゲなのかな、多分。ちょっと今ギミック、頭の後ろで見えなかったかもしれない。今回は頭の後ろに何もないです。スイッチ。これ押せないの？あ、Z だ。なるほどね。ここを開ければよくて、それを開けるには向こう側にある箱を何とかしてあげたいので、まず箱のところに行かないといけない。この辺は道なりですもんね。これ生きてるかな。生きてるな。でこうなって、ここまで来れるなら元に戻るのもたやすい。ふむ。ふむ。これでいいか。箱があり、箱ってここに落とすと、ああ、消えるわけではないけど、足場として使えるようになって。さて、これミラーにしたときに元のステージの構成を忘れてしまうね。向こう側の箱も落としてこないといけないような気がするね。向こう側のあの箱を落とすには、箱をちょっと押してあげればいいんだけど、それどうやって、あー、なるほど。確かにこうしてれば、落下して上までは行きますよね。その後に戻ってこれるのか、
問題というのが発生するのは置いといて、これはする。あれ？あ、押すしかできないのか、この子もしかして。あれじゃダメじゃない？弾けないんだ。終わったか。この、そうだね。押すしかできないのはちょっと困ってしまったな。Z 持ってるもんな。上に行って、あの箱を落とせずに、ここの針を何とかして戻ってくる方法はないんよ。この方法でなんか好きなところから変な落とし方するみたいな技はあるよ。これ戻ってこれるんだろうか。あ、戻ってこれるな。この箱を先にこっちに持ってきて、あの箱を落として落ちないか。もう一個奥に、落ちてくる。こうするとあの箱は針に落下させることができる。あそこまで行ければの話。行けないんだわ。ここがダメだから。ここがダメだから、あっちまで行けない。あ、でもいいのよ。これでクリア。OK。待って、こんなステージです。ドアの周りに、両方に、スイッチが。このレバー2つ踏まないとダメっぽいのかな。箱二つをいい感じに落としたい。これは鏡を使ってもどうしようもないのでは。どっちも落ちないもんね。落ちるわ。落ちるんだわ。これを押したらどうなるんだろう、僕。なるほど。シャックルしてんね。おお。なるほど。ここまではこうやって持っていくしかないよね感はありますけど。で、あの真ん中のいいところで落とすみたいなことは、一つ持ってきて、そうなるか。
いいじゃん。面白いね。なんか僕の後ろには柱のよう、あの、はしごのようなものがあるんだよね。こう。はしご的なものがある。ゴールは開いているので、そのまま行けばいいんだけど、このステージがミラーによってどう変化するのか。こう変化する。いやーこれ覚えられないね。ゴールに行くには、ここからあの上の段まで行ければいいんですよね。ここに2つ持ってくるとクリアみたいな、そんなの。わからない状態から動いてみます。戻れるか。なるほど。ああなるほど、押せなかったわ。こう。こうなっちゃって。あ、ゴールいけるじゃん。あそこの箱は何だったんだ。ちょっと場所を変えようか。こうですね。なんだこれ。こんな感じのステージで。まず向こう側までも行くしかないので、押すしかないので、押して、来ました。どっちも触れるね。これ触っても、落下することはないね。ここは、足場は大丈夫。で、ゴール前には、なんで、あそこのボタンに、このボタンに、どっちかの箱を持ってくることが必要になる。必要になる。悩ましいんじゃない?これは。この高さ、どうやって？あの高さにどうやって持っていくか。なるほど。いや、でも。投資してあげたいのかな。違うのかな。違うのかもしれないね。このこっちから持ってくるっていうのは全然あるのか。右側から左にすり抜けることで箱を持ってくるっていう道があった可能性はある。そっちの方がなんか高い気がしますね、やり方としては。でも道は繋がらないんですね。これ落ちるよね。あ、こうしてと向こうに行ければいいんだけど、
向こう側に行くには左から、左から落下してあそこに向かうことができればいい。行けるんじゃない？こう来て、あとはそこに入ればいいね。なんか毎回毎回箱が一つ、別にパズル的にはいらないな、わたいらないなっていう感じがしたなと思ったところで終わりました。Thanks for playing ということで、面白いよ。これ面白いよ。ミラーリズムというゲームで、レベルエディター付き。めちゃくちゃ適当に作っちゃったから分かんないめちゃくちゃ適当に作ったな。あっちゃー、これどうやって戻るの？ OK、 こんな感じで、これ誰でも面白いゲームバンバン作ることできるので頑張ってください。これプレイヤー2人は置けない。え？あら。あら、そういう発展も残している？そういう発展系も残しつつ。もう箱落としたらダメだもんな。あ、2人が重なっちゃった。これゴール判定なんだ。足場がないと入れないと思ってたら、ゴールできちゃった。音が鳴らねえ。音が止まねえ。よし。はい。という感じでした。面白いですよ。面白いですね。ぜひ自分のオリジナルレベルを作って、作者の itch.io のページに投稿しよう。お疲れ様でした。